開けた。あ、こんにちは。よいしょよいしょ。そう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 。なんでなんで。え、ねじさん。そうめん食べれるって聞いて。ただ飯を食らいに来ました。ただ飯。やべやべやべ。あ、やばいやつ。こいつら、こいつ全部混ぜて言ってくるかもしれない。あ、確かに。深夜でこんな時間焼いてるなんて嬉しい。深夜？深夜。え？別、お客様今15時ぐらいですけど。今日深夜やん。おかしくなっちゃってる。あ、徹夜なのかな。多分そうかも。寝てないからね。あ、じゃあ、あの、メニュー見てもらって。あ、自己紹介しなくていい。自己紹介。ちょっと、なんかいいですか、もしかして有名人。有名人じゃないですか。なんか声聞いたなんか聞いたことある。YouTube で活動されてません？あ、そうですね。あ、ですよね。すげえ。もしかしてよくホラーとか好きなあの人じゃない？ホラー系といえばみたいな。そう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 。ちょっと、お名前聞いてもいいですか？今オフなんで。あ、すいませんでした。僕たちやってるやつやった。それさっき、さっき僕たちもう5回ぐらいやってるやつやる。あ、オフ、オフなんですね。じゃあ、マイキーちゃんはいつも挨拶とか。挨拶？うん。普通になんか入ってきただけやし。先輩がそれだと結構こっち来ない。そう、ちょっとね。だって新人二人よね、引き継いできちゃったから。先輩、先輩の方。はい、皆さんこんにちは、お城です。よろしくお願いします、そうめん。そんな感じで、YouTube で見たの違うわ。そうめん食べに来ました。そうめん VTuber 来たわ。はい、3人でそうめん食べに行こうと思っております。あ、3人でしたの。はい、続きまして。あ、続きまして。はい、はい、続きまして。ご来店ありがとうございます。お城部翔です。はい、どうぞ。どうぞ。はい、お邪魔します。ソフィア・バレンタインと言います。よろしくお願いします。ってる。はい、みんな。でもなんか、あれも本当にありがとう。ごめんね。ごめんね。どうしたんですか。ごめんね。謝ってるんですか。そんなことないです。なんか来てもらえて嬉しいの。今日はね、誰も来ないかなって思ってたんだよね。暑いし。なんかじゃあ、うちのね、そうめんの写真も見てもらって。確かに。こちら用意してたんで。写真あるんですか。え、美味しそう。うわー、美味しそう。こんな感じでね、おそうめん用意させてもらってます。いつもはね、カフェ喫茶っておしゃれなね、なんかメニューなんですけど、今日も夏ということで、さらりと。さあ、食事なんて珍しいから、いつも甘いお菓子だからね。だから、レアですよ。さあ、そう、とか、そう、あれだね、初めましてだね。ちょっとね、連れてきちゃった業務が、ちょっと先輩ざらしてなんかお客さんたち喋ってていいね。あ、任せて、僕がね、今日はクレカで払うから。なんか請求されたのクレカで払う。これ、みんなの分入れてるから。ちょうど今日ね、月末で入ってるから。あ、なんか、もう食べます。大丈夫、任せて。あ、なんか一人入れば先輩としてね、ちょっとやってみたかったんだ。あ、それか、もうこれ出して取ってもらおう。あ、お待たせ。お待たせ。お待たせ。はい、こちら、ムーストレムさん。僕これね、ムーストレムさん、おそめ一個ずつお箸で取ってもらって。あ、ありがとうございます。これめっちゃあったかいです。反射しますよ。あったかい。あったかいです。あ、これサラダも一緒に食いな。ありがとうございます。はい。あ、めっちゃ、これなんですか。え、それゴマですよ。これをつけて食べるんです。あ、そうなんだ。回してもらって。あ、そういうタイプか。はい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 。そう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 。ちょっとレビューツイート後にしますね。はい。あ、じゃあいただきます。なら、じゃあこれを。どんな。じゃあこちらから。ちなみに、丸々入れていいと思うんですけど、入れて。あ、いや、あのね、香り最高。あ、最高。最高、美味しそう。そうか。よく酸っぱいの大好きだし。そう。そもそも味覚今ないから、こんぐらい酸っぱくていいんじゃないかなって。なるほどね。レモン結構大きめに切っといたんで。あ、もう絞った方がいい。だから、あの、噛みついちゃってもらって。あー、全部でかでもいらっ。そっか、めちゃめちゃ。それすごいね。ちょっと反応見たいです、わしろさんの。そっからいいですか。はい、わしろさんの反応見せてほしいです。あのね、めちゃくちゃうまい。おお。味覚感じてる。あ、本当？味覚感じてる。本当にちょうどいい。これはね、冗談抜きに味覚がないからちょうどいい酸っぱさ。味覚がないからちょうどいい酸っぱさ。味覚がないから。本当？で、これね、レモンと、え、絶対これおろし。おー、いい。あ、いいね、いいね。レモンおろし。わかるわかる。最強の気がする。箸で取ってくろ。ありがとう。待ってると伸びちゃう。じゃあ次。あ、うまうま。あ、ちなみにそのサラダと一緒に食べるとうまいかもねっていう感じ。確かに。うん、まあ入れちゃったものは仕方がないよね。でも上からかけても。あ、そうそうそう、上からかけても。
これを上からかけるんですか。まあ上からかけちゃう。それはない。それはないから。そう、絶対ない。そう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 。絶対ない。サラダと一緒に食べるとうまいかもねって。あ、じゃあ交互に行こう。トマトもいただこうかな。そう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 、乗っけて乗っけて。いいよ。これ野菜用のね。じゃあまあ一旦そのまま食べますか。うんね。せっかくやし。まあね、確かにね。素材本来の味で。確かね、あのそれ食べた瞬間に、わ、ごまってこんな味だったなって思い出すと思いますよ。え、まあ一応確認するんですけど、加工されたごまの味ではないですよね、これ。あ、いただきます。え、加工ごま NG タイプ？あ、ダメなんだ。え、なにその顔は。すげえスクワクな顔してるよ、マジシャン。あいつ、あー、なんだろうね、どういう気持ちなんだろう。何おや、おしげ、おや、おしげ、いい笑顔。そうですね、嘘だ、いいことしか言わないよね。あ、そうそう、ですね、まあ、すごくとてもこのごまの香りが、口いっぱいに広がってですね、コンビニのつけ麺の味がします。あー、それ、いいこと。あ、やばい、あ、そっか、そっか、そっか、りょうさんが食べたの。りょうさん、まあ、サラダと一緒に食べたら。ああ、そうだ、確かに、確かに。あー、危ない、これ。あ、マリちゃんやばいから。うん、なるほどね。うん、なるほど、なるほど。まあ、でも確かタコって海鮮だよね、確か。え、海鮮だよね。まあまあまあ、そうですね。今度カルパッチョいいんじゃないの、レイさん。いただきます。はい、レイさん、カルパッチョ美味しいな。カルパッチョいってみようか。あ、まあ、カルパッチョ合いそうですね、このごまのね、ドレッシング。ドレッシングじゃない、つゆに、つゆに。カルパッチョ、カルパッチョやめた方がいいんじゃないかな。カルパッチョかもしれない。うん、カルパッチョですね、これ。いや、めっちゃしょっぱくて美味しいです。なんだ、しょっぱいってどういう意味や。いや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 、どういう意味や。美味しいな。あとちょっとそろそろ卵ふわふわ。あ、そう、美味しいじゃん。あ、そう。すごいつゆが温かくなってて、卵が入ってて。でも見栄えは最悪だけどね。なんでだよ。そんなことないでしょ。なんでだよ。全然最悪じゃないでしょ。美味しそうですよね。美味しそうですよね。それではいただきます。はい、じゃあ。おい。はい。どんどん。やんのか。今日はちょっと聞けます。うん、めちゃめちゃ美味しい。生姜がめっちゃ多くて最高です。あの子誰はい、ありがとうございます。すごい、はい、あ、怒ってる。ありがとうございます。もしかしてね、芸能人さんなんだと思う。うち、色紙とか色紙とか、あ、店に飾るタイプのね。そうなんですよ、それお待ち。結構いろんな方にね、書いてもらってて。よかったら、ちょっとずいぶん明らかんとして。じゃあ会計今日無料にしてもらえます？いくん、いいね。え、あ、まあ、全然、全然無料で。あ、ほんと？はい。じゃあまあ、全然書いてもいいかな。はい、あー、無料で。ありがとうございます。マジかな。今ちょっとペンを頑張って探してました。わかりました。まあ、ペンは使い回しで。はい。よし。なるほどね。マジさんへ。まあ、なんか、たとえこんな感じです。あ、ありがとう。あ、1位。こんな感じ。え、すごい。ね。かっこいい。ちゃんと日付と、すごい。サインと、って感じね。お待ちしてます。飾ってもらえるんですか？もちろんです。はい、普通のメンチどこだ。あ、ここです、ここです。入れてる。はい、入れてます。大丈夫。気になる。あるわ。はい、あ、お前的に気持ち強でしたね。はい、普通のメンチいただきます。やった、配慮の解説をしてもらった。おい、うまい。これが一番うめえ。これが一番うめえ。スノーチーが一番うまい。いただきました。これが一番うまい。家で食ってる。家で。そんなわけないじゃないですか。ごまの方がうまいかもしれないけどね。そうですよ、だってね、先輩方が一生懸命考えてくれたんですから。そうだよ。いただきます。一手間二手間かけて作ったからね。そうですよ。うまっ。お前今日一番でかい声出てる。うまい。すっぱとかこれ何
しかない。ほんとにもう一番でかいから出てるからね今。おいしい。おいしい。お前もちろんおいしいじゃねえんだよ。でも君たちあれ何仲良くしてんの？うん。はい。脳支配私お店並んでる時たまたま知り合ったんですよ。あそうなんだ。そうなんだ。もしかして真白さんとソフィアさんですかってお店の前でね。あえー、たまたま同じ会社を、はい、たまたま、本当にたまたまこんなたまたま重なるんだね。お兄様すごいな、うん、なんかみんなで今後なんかやっていきたいとかあるんですか。うん、何やりたい3人で。さあ今日客少ないからお前らだよ。そうだよ。お前らで繋ぐよ。いやでも結構ね、ホラーゲームをよくやる3人みたいな。あ確かに確かに。あでも確かにホラーゲームやるのか、うん、ゲーム大好きなんで。やります。じゃあ実写の爆弾作ってもらって。実写の爆弾。実写の爆弾。爆弾作る。ソフィアさんが作ってるんだよ。そう作ってた。爆弾作ってんだよ。うん、それは法的にオッケーなの。えやべえんだよ。やばいんだ。本当にやばいやつなんだよ。え法的に大丈夫なの？いやわかんない。多分あの別の国で作ってるのかもしれない。帰ってきたんだ。うちの世界ではもう大丈夫なのね。そうそうそう。はい、じゃあ、ね、爆弾作って何するの？カクパですか？やっぱりやっぱ背中につけてそれを。そうだね、ちょっとそうそう各自ね、やるなら、うん、デスゲーム的なのしたよね。そうだよね、うん、いいですね。テンションをかけた、うん、ホラーゲーム一緒にやるよねっていう話をしてたのに、なんでデスゲームなの、うん、爆弾になっちゃった、うん、やっぱデスゲームよ、ミッションスタートよ、うん、そうミッションしましょう。みんなで同意してるいや、面白そうだからうまく描けないと怒られるみたいな。そんなこと、そんなお前、お前どんな教育を受けてきたの？いやもうちょっとあの圧をかけられて、VTA って、うん、あ、そうか知らないんだったこいつは VTA の。あ、そうなんだ。なんか楽しそうですね。あー分かんないけど、かわいそう。楽しそうだな。いつも深海にいたから、じゃあ、あいつ、あ、深海にいたんだ、うん、あいつ記憶がさ、あ、そうだよね、ないらしいよ。マジか。なんかちょっとリクルートの話聞いちゃったね。タコ、タコたこ焼きしてたよね。え、タコたこ焼きしてた。うん、タコたこ焼きしてたよね。それは全然覚えてますよ。あ、これ覚えてんだ。うわーあー怖ー。え、かわいいこれ。ね、かわいい。ね、自分で考えたのこの。かわいい。え、かわいい。サインデザイン。そうです、そうです。え、かわいいやん。やったー。なんかポッポくる。ポックルじゃなくて、なんだっけ、コロビット。コロビットだ。そうだ、そこ関係。うちのコロビット。大丈夫ね。なんか、ポッポビクロ、ポッポビットってなんだっけ、全然思わない。コロビット。コロビットだって動いてるもんね、3D で。すごいよ。あれ、宇宙にいるやつですよね。すげえ曖昧な、曖昧な知識で解放感です。宇宙にいるやつですよ。そうなんだよ。今、ひねり出したのに。ありがとうございました。あ、あと硬い人来るんで。おげー、ありがとうございます。あ、全然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 。それでお店の人がね。そこまでから逆に。もちろんもちろん。もちろん仕事取っちゃダメですよ。うん。いいお店だ。ね。うん、まあまあね。ちょっとお冷や3つもらえます？はい、書いてもらっていいですか？お冷やまだ飲んでんじゃん。